さんウエストの上が出てるんですよね。僕はねこれをずっとこの 2,3 ヶ月言われてるんだけど、僕はよく覚えてるんですよ。というのは川上さんがジブリに現れた1月5日、ね、俺でまあみんなも対面してね、俺でその日を境にあのジブリでね川上さん働いてもらうことになったんだけど、まあ川上さんという人はいろいろ面白い人で、まあ喋ることも面白いけれど、実はみんなが一番注目したことはねお腹だったんです。あのだから俺でね川上さんは実は工夫してたんですよ。要するにねジャケットのやつ着てね、あの背景に自分の体型がね紛れ込むようなね。いや本当に結構考えてたんですよ。だけれどね、あのやっぱり女性陣、まあジブリの川上さんに来てもらったプロデューサー室っていうのは女性陣が多いでしょ。やっぱりね気になるんですよ、あれどうしてあんなお腹が出てるんでしょうかって言って、白木さんはじめね、どうしてですか。そうでね、みんなね最初のうち言えなかったんですよ、うん、言えなかったんだけれど、まあ途中から遠慮がなくなってどうしてそのお腹が、ね、出てるのか全く遠慮がなくなりましたよね、はい、最初ちょっとあったんです。ちょっとだけありましたよね、ほんとかすかですけどね。まあ 1,、まあ、1になったと。でそれを減らすんだと。でそのことによって人生の後半俺は頑張るって言ってるんだけれど、まあ実は宮崎駿がねそのお腹の中にね あるのは脂肪ではないと、それは川上さんの運なんだと。おお、いいこと言うじゃないですか。でその運をなくしてしまう、うん、これやっぱり良くないと。でもね、あのここのあのこの僕のこのあのお腹の減らしたいお腹のね半分以上は今年ジブリに来てからついたんですよ。そうなの。あの鈴木さんにあの飯を食わしてもらうようになってから僕はね今年は5キロぐらい増えてる。だ皆さんいいこと言うでしょ。いやいいこと言うね。だからそのお腹はね自分の持ち物だと。でねその一部をなくすってことがどういうことか、それをね指摘したの。だ一生懸命皆さん川上さんに説得したんですよ。痩せるなって、うん、そのままでねお腹を維持しろと。いやちょっと待って、鈴木さん、なんかねあの編集で残りそうなエピソード。